皆さん、こんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報、生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、8月1日になりました。早いですね。もう7月も終わって、8月、夏休みにも入った、ところだと思いますけど、恒例になりました8月に、から変わることということで、お話をしたいと思うんですけど、まずですね、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、ここにもちょっと書いてるんですけど、実はね、昨年の4月から消費税増税というタイミングでいろいろ世の中が変わったので、それからこの記事を書き続けてですね、毎月初めにですね、今月変わることということで、お話をしています。履歴もね、ずっと上げていますので、よかったらご覧いただきたいなと思うんですけど、またですね、変わることっていうのは、ちょっと一般的なニュースが多いんですけど、まあ、専門ニュース、まあ、Twitter について、Facebook についてみたいなものは、また別の記事の方で紹介したりもしていますので、そちらの方も合わせてご覧いただければと思います。では、8月から変わることということで行ってみたいと思いますが、まず一つ目、こちらですね。8月1日、今日から Google プラスフォトを終了し、Google フォトに一本化ということです。Google さんがですね、何者入りで始めた Google プラス、Facebook に対抗ということで始めたんですが、どうやらですね、勝ち目がないというふうに判断したのか、Google プラスがちょっと縮小傾向に早くもあります。で、その一つが、今回あります。この Google フォトという写真サービスをGoogle、もともとはですね、ピカーサというですね、会社を買収してピカーサというサービスがあったのを Google プラスの方に、統合してたんですけど、それをまたですね、写真を切り離して Google フォトというサービスで無制限に動画を上げれるというですね、サービスに変えました。これ私実はまだ使っていないんですが、写真をですね、共有するには、かなり便利みたいなので、よかったらね、導入してみてはどうでしょうか。あと、ここには書いてないんですけど、YouTube もですね、今まで Google プラスと紐付けになっていたんですが、これもどうやらやめるようで、コメントもね、Google プラスと連動になってましたけど、この辺もやめて、完全にですね、Google プラスのプロフィールっていうものが、他とのね、Google のサービスと連携しないような形になっていくみたいですね。あとね、大きいのはやっぱ Gmail じゃないかと、Gmail もね、Google プラス連動になってるんですけど、この辺もやめていくっていうことなんでしょうかね。はい、これが一つ目です。二つ目。これあんまり話題になってないんですけど、今日からですね、食べログの標準検索結果の並び順における評価が変更というふうに書いてるんですけど、これ食べログさんの何かね、例えばラーメンとか何かで検索した時の検索結果が、まあ初期設定では標準っていうところになっているんですが、それの並び順がですね、ちょっと変わったんですね。で、これはやっぱり、食べログ内の SEO みたいなもので、かなりね、大きいですよね。自分のサイトが上に来るか下に来るかってことになるんですけど、で、どうやらここで上の方に来るためには、有料プランにしないと、来にくい仕組みっていうのが作られたっぽいので、まあこれまた別の機会にですね、詳しくまた説明してもいいかなとも思っていますが、よかったらこのリンク先のページ見ておいてください。はい、あとはですね、8月から変わることで結構多いのは、とにかく値上げまたラッシュです。これ毎月あるんですけど、今月また上がります。ブルドックソースは、最大 9% 値上げということが発表になりました。さらに U パック、こちらも30円から320円。まあ、幅は広々あるんですけど、23年ぶりの値上げということで、あります。さらに、ソース関係ではカゴメソース。こちらも25年ぶりの値上げというふうになっています。で、国関係では結構大きいのはこちらでしょうかね。介護保険、所得が一定以上ある65歳以上の利用者負担は2割になるということで、まあ、この辺もですね、なかなか国もお金がないので、だんだんね、保険を払わないっていう方向にある中で、また一つですね、お金がある人はあんまり払わないでいいよねっていうような流れになっています。あとですね、ちょっとこれなんか画面が変だな。はい、続いてこちら、
2015年8月、今日からですね、学生の採用選考、今日解禁ということで、そうですよね。そうですね、今日から、もうそんな時期になりましたね。解禁ということで、ニュースになっています。ちょっと今変だったので、直しますね。ここの閉じるがないかダメなんですね。入れ子構造になっているので、ちゃんとしないと、ソースが崩れてしまいますが、ちょっと待ってくださいね。今直します。はい。では、こちらですね、ご覧いただきたいと思うんですが、よいしょ。はい、すごいですね。生中継の中で直すというですね。はい、8月から、変わりますよ。ですね。はい、続いてこちら。2015年8月3日、Yahoo コミュニケーションメール、Android のサービスを終了ということで、Yahoo さんすごいもう、いろんなサービス始めるんですけど、いろんなサービスどんどん終わってる。非常にですね、新陳代謝が激しいなって気がしますけど、終わりますと。はい、続いてこちら、ガラケー向けサービス、au ボックスを終了ということで、ここに書いてますように、これなんか CD をですね、取り込むようなものをですね、なんか端末の貸し出しっていうのをやってたんですかね。で、これが、どうやらですね、そのまま、持ってられるのかな。CD 化の楽曲取り込み時の CD 情報取得などの機能を利用できなくなるけど、このもの自体は、まあ、とりあえずね、まだ使えるみたいですけどね、こんなもん変わりますと。はい、さらにこちら、電子書店アプリ、ブックゲートシリーズのサービス終了ということで、これ意外にですね、あんまりニュースになってないんですけど、電子書店、いわゆる電子書籍ですよね、のアプリって、いろいろあるし、電子書籍もどんどん出てるようなんですが、実は電子書籍事業自体に、見直しをしてですね、やめるっていうところも実は出てきていて、やっぱり日本では電子書籍は流行らないんじゃないかなっていうような、雰囲気がちょっとあるんですよね。実は僕もあんまり、評価していなくて、電子書籍買ったりですね、電子書籍やるべきだみたいなことあんま言わないんですけど、やっぱり日本独特の文化としてまたこれもですね、ガラケーじゃないんですが、なっているような感じになってますね。はい、実は8月はこのぐらいしかなくて、あと予定されているものでこちら、サイバーエージェントのアメーバオンドですね、がすでに提供は開始しているんですけど、その中の、有料コンテンツの配信機能とか、EC 機能、あとは iOS、Android アプリの、制作機能などが、出ると言ってるんですけど、まだ今のところ発表がありません。特にこの EC 機能っていう部分なんかはちょっとかなり興味があるんですが、今のところまだ発表になりませんが、この1ヶ月の間に、起きそうな気配ですので、この辺は注意しておいてください。はい。あとは、せっかくなんでちょっと順番に行きますけど、9月、バイクと自動車のヘッドライト検査基準が変更とかですね。こちら、今までの au 回線に加え、ドコモ回線の提供開始とかですね、ポッカレモン値上げ、怒りソースも値上げ。これソース関係は、これもなんかね、もう順次値上げってなんかちょっとこれやらしいですよね。業界の中でですね、ソースも値上げって感じになっています。はい。あとは、アサヒビールがウィスキーとワイン、2% が最高 44% の値上げということで、本当値上げラッシュが続きます。で、日本郵政、2015年9月に上場、ゆうちょ、かんぽと3社同時ということで、この辺ようやくですね、小泉改革から10年、郵政株の売却が始まるということで、これもかなりなんかニュースになりそうですね。はい、さっきも言ったようにまたこちら、開始から4年、富士通の電子書店、ブックス V が終了ということで、本当このようにですね、電子書籍も、なくなるっていうようなことがですね、起きてきています。はい。あと9月ですが、Yahoo Japan Widget for Wilcom のサービスを終了。で、ガラケーサービスもどんどん終わってる感じですね。Twitter クライアント携帯版、Twipple がサービス終了などなっています。キッコーマンもソース値上げという感じになっていますね。はい。あとフリーマガジン R25 休刊ですね。あ、そういえば、宝島も休刊というようなことも出てましたね。はい。あとは、10月。10月かなり大きいんですね。8月は本当ネタがなくて皆さん申し訳ないんですけど、9月ももしかしたらないかもしれないけど、10月は結構ですね、大きいです。本来であれば、
この10月から消費税が値上げするって言われていた時なので、10% になると言われた時なので、いろんなことをですね、まあ動いていて、まあ大きくはこの消費税の海外ネット配信に対して、電子書籍とかに対して課税するみたいなのが10月ぐらい動き出しそう。あとマイナンバーの話なんかも動き出しますので、結構10月はこういったニュースが出てくるんじゃないかなっていう気がしています。はい、ということで、8月から変わること、また順次更新しますけど、現時点ではあんまり大きい動きはないのかな。まあ、IT 関係も含めて、ないのかなっていう気がしています。まあ、ちなみにこれ余談なんですけど、このメガネをですね、綺麗にしてもらったんですけど、すっごい綺麗で、こうもうテカテカに、テカテカって言い方あんま良くない。キラキラに、光ってですね、輝きを取り戻しまして。これオリエントメガネさんというですね、サバエのメガネ屋さんの方に直していただいたんですけど、まあそんなくらい、私個人的にはですね、8月が変わることってそんな感じになっています。で、今ね、ちょっと、時間があるので、お話ししたいんですけど、実は昨日ですね、相席屋っていうところにね、行ってきたんですね。で、こちらは7月16日に新潟でオープンしたお店なんですけど、相席屋っていうのは女性は無料で食べ放題、飲み放題。で、その女性が食べ放題、飲み放題飲んでるときに、男性側がマッチング、相席ですね、マッチング、お店の人がマッチングしてくれて、当てがられた、女性のとこで、相席してお話をして、もしよかったら、二次会行きませんかとか付き合いませんかみたいなこともできると。で、男性は、平日ですね、月曜から木曜は1時間1500円、週末は1時間1800円ということでやっていて、まあ女性分ぐらいね、だいたい1時間計算すると、ごめんなさい、30分が1500円、30分、休日は30分が1800円ということで、だいたい1時間だと3000円計算になるので、まあ普通のなんか飲み放題食べ放題のまあ倍以上っていうようなね、感じになってるんですけど、まあそれが付加価値になってるんですが、こちらのサービスが新潟で始まったということで、かなりこれ面白いね、効果が出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ行ってみて、分かったことは、若い人が多い、20代が圧倒的に多くて、30代、40代の、男性もいないし、女性もいないんですね。そうすると、これ僕自由にですね、こうなんか、行って座って、なんか自由に相席できるんかなと思ったら、お店の人がマッチングしてくれるので、結局、20代の人が、30代、40代の人は嫌だって言うと、マッチングできないとですね、そうすると相席にならないと、飲めないわけですよ。で、ただの居酒屋みたいな感じに、飲む場所があったりすると全然意味ないんで、まあ、この辺もうちょっとね、改善していってほしいな、っていう気がいたします。例えば、これアプリも出していて、アプリの中で、今の、男女の参加比率、みたいな、入店状況みたいなのを確認できるんですけど、まあ、例えば、30代が何人来て、何パーセントいますとか、40代が何パーセントいますっていうのが出てないと、男性側はですね、結局、20代しかいないって言ったら、結局行っても入れないわけだから、もうちょっとね、なんか、騙して入れるんではなくて、お互いがね、分かった状態で、できるような仕組みにした方がいいのかなっていう気がしますよね。結局、リピートしないですからね、こうなってるんですね。改善してほしいなっていう気がします。で、まあ、この仕組みとして、なんて言うんですかね、当てがうっていうとこが、まあ、今のその装飾系で、なかなかですね、出会いを自分で作れない若い男性方にとっては、まあ、相席にさせられたから、しょうがなしに話をするみたいな、まあ、雰囲気がね、作れるので、まあ、面白いのかな、まあ、今風なのかなっていう気がいたします。ただですね、飲み放題、食べ放題になってるんですけど、食べ物はちょっといただけないですね。いわゆるビュッフェって書いてるんですが、いやーなんかもう本当ですね、東横インとかのビジネスホテルの朝食よりもひどいような、食べ物しか置いてないので、どうなのかなっていう気はいたしましたね。まあ今後ね、その辺も改善していっていていただければなっていう気もいたします。はい。ということで、まあ、新潟においては、まあ、NGT がですね、いよいよ、22名ですか、発表になったりとか、まあ、このように、また同じ NGT の劇場の近くに、相席屋みたいなのができたことによって、また8月以降も結構ね、動きがあるんじゃないかなと思いますので、また順次ですね、更新していきますから、お楽しみ。
ということで、インスパネットでした。ありがとうございました。バイバイ。